エルネスティン家の子祖、選定公、エルンスト・エルネスティン・カマタは、エルネスティン家は、ドイツのザクセン地方を支配していた、ベッティン家の分子。仮名は、子祖のザクセン選定をエルンストに由来し、エルンスト家と呼ばれることもある。1464年から1547年まで、選定公の地位にあった。選定公位は後に失うことになるが、処分家は、 ドイツの両方として存続した。ザクセン選定公フリードリヒ2世の二人の息子、エルンストとアルブレヒトは、父から受け継いだ領土を長く共同で治めており、兄のエルンストが、ザクセン選定公くらいについていた。1485年、兄弟は領土を分割することを決め、弟アルブレヒト3世は、 ドレスデンを中心とする独立の世襲料を与えられて、アルベルティン系のベッティン系を創設した。一方、エルンストとその子孫は、エルネスティン系と呼ばれ、先帝公くらいを継いでいった。エルンストの長男の先帝公フリードリヒ三世健康は、マルティン・ルターを被護するなど、宗教改革を支援したが、アルブレヒト三世の長男ゲオルクヒゲ公は、着敬 エルネスティン系への対抗姿勢を見せ、治療における宗教改革の進展を阻止した。ゲオルクの後を継いだ弟ハインリヒ4世、経験校の知性になって、アルベルティン系ザクセン公国にも宗教改革が導入された。フリードリヒ3世の甥い、ヨハンフリードリヒ1世は、シュマルカルデン同盟に所属する、福音派の諸公たちの指導者であったが、 ハインリヒ4世の長男モーリッツは、エルネスティン系に対抗すべく、1546年に、プロテスタントの信徒でありながら神聖ローマ、皇帝カール5世の陣営に入った。シュマルカルデン戦争でプロテスタント側が敗北すると、皇帝カール5世は自らに組みした、モーリッツの便宜を図り、ザクセン先帝公くらいとエルネスティン系の領地の、 大部分をヨハンフリードリヒから剥奪した上で、これをモーリッツに与えた。これ以後、アルベルティン・系がベッティン家の主流となった。先帝公いを創出したこと、また恒常的に分割相続を繰り返したことで、17世紀半ば以降のエルネスティン・系ベッティン家は、新生ローマ帝国における政治的重要性を失い、弱小療法の群れに転落した。 エルメスティン系の分家の一つ、ザクセン・コーブルク・ゴータケは、19世紀になると、婚姻戦略によって、ヨーロッパの、数多くの国の君主を輩出して、国際的な重要性を獲得し、ヨーロッパ王室の牧場と呼ばれるまでになった。ザクセン・コーブルク・ゴータケは、現在も、ベルギーとイギリスの王家である。1485年以後のベッティンク・エルメスティン。 お及びアルベルティン形の処分家の変遷。ありがとうございます。